です。先日新聞を読んでいたら、修学旅行は無人島ですという記事を見つけました。これは無人島で人生を考えてみようと長崎市の私立男子校が計画しているもので、4泊5日で長崎県五島列島を訪れ、このうち3日間を無人島で過ごすんだそうです。滞在中の行動制限は特になく、決められた時間の自炊のほかは釣り、読書、昼寝など生徒の自由にさせるということです。勉強を忘れて思い切り釣りを楽しみたいと期待する生徒がいる反面、やはり都会がいいと渋る生徒もいるということで、反応も様々ですけど、面白そうですね。なんだか楽しそうですけど、私の時はもうだいぶ前で忘れてしまったんですけど、福島県の方に行きました。会津磐梯山と五色沼の方を回ったんですけど、9クラスとすごい大人数だったんで、 AB 班2つに分かれて逆に回ったんですよね。それで合流したところで、2つの班が一緒にキャンプファイヤーをやったのを覚えてるんですけども、最後の夜に旅館の風呂で男子生徒が盛り上がりすぎてしまって、風呂桶を壊して出入り禁止になってしまったというおまけがついたのを覚えています。この無人島旅行、生徒の方から提案されたそうですが、自然の中で仲間と大いに語り人生を考えるのも楽しい思い出になるかもしれません。たくさん思い出を作ってきてください。岡村孝子サンデーピクニック、今日も最後までお付き合いください。サンデーピクニック2月21日のオープニングは、広島市の花の色は青色さん、熊本県阿蘇郡の原口康則さん他のリクエストで私の歌卒業。
今バックに流れているのは映画「卒業」で使用されたサイモンとガーファンクルの名曲「サウンド・オブ・サイレンス」です。サイモンとガーファンクルは1970年に解散、82年に再結成して全米ツアー、日本ツアーなどを行いましたが、それ以後は別々の活動をしてきました。そのサイモンとガーファンクルが3月1日アメリカ・ロサンゼルスで行われるチャリティーコンサートで約10年ぶりにコンビを組むことになったそうです。私はサイモンとガーファンクルが解散した時は8歳で、リアルタイムで聞いた覚えがないんで、10年ぶりに結成と言われてもなんだかちょっとピンとこないんですけどね。でも小学校だか中学校だかの時に音楽の教科書で、コンドルは飛んでいくという曲を笛で演奏したり、それからCD でしか聴けなかった音楽がまた生で聴けるかもしれないということで、ぜひ私も聴いてみたいなと思ってるんですけども、シンガーソングライターのニール・ヤングも出演するこのコンサートは、ホームレスの子どもたちに医療援助をしようという目的で100万ドル、1億2000万円を集めたいとしています。現在ミュージカルの作曲に専念しているポール・サイモンは、今回のような目的なら今後も場合によってはデュオで活動してもいいと言っているそうです。もしかしたら日本でも聴けるんでしょうかね。楽しみですね。それではサイモンとガーファンクルの大ヒット曲を聴いてください。明日にかける橋。サンデー、サンデー、サンデー、ピクニック。それでは今週届いたおはがきを紹介していきます。まずは京都府宇治市のペンネーム白銀さん。初めておはがきを書きます。私は今中学3年生です。もうすぐ卒業だなと思うとちょっぴり寂しい気分になります。中学3年間でせっかくできた友達とも今みたいにはしゃいだり悩んだり喧嘩したりできないのかなと思うと、春って素敵だけど少し寂しいですね。高子さんは自分の周りが変わっていくときどんな気分になりますか、教えてください。私は自分が前に進んでいくことが嫌になります。実際はまた新しい友達ができて楽しかったりするんだけど、それまでの少しの間がとても不安な気持ちになります。自分で自分に励ましたりするんだけど気持ちが落ち着きません。そうですね、今までの友達と別れなきゃいけないっていうのは寂しいし、春は素敵だけど少し寂しいっていうのもすごくわかる気がするんですけどね。でも実は私はこの春っていう季節がすごく好きなんですよね。ちょうどねもう社会に仕事を始めてからだいぶ経つんですけど、この季節になると今まで1年頑張ってきた自分にお疲れ様、よく頑張ったねって言ってあげるのと同時に、また新しい自分が生まれ変われる、新しい自分に生まれ変われるような、そんな気持ちがしてすごく好きなんですよね。ちょうど新しい真っさらな雪の上に自分が初めての足跡をつけていけるみたいな気持ちになってとっても好きなんですけどね。白銀さんもこれからまた素敵な出会いが待ってると思いますので、それまでに自分を磨いて新しい出会いを待っててくださいね。それでは一曲聴いてください。府中市の鈴木真一さん、仙台市のなんて言うんでしょう、キスさんかな、さゆりさんのリクエストでホイットニー・ヒューストン、アイムエブリウーマン。続いておはがきを紹介します。これは福岡県前原市の斉藤真知子さん。いつも読んでくれないので今度こそ読んでください、ごめんなさいね。高子さんこんにちは。実は今父が入院してしまったのです。体がとても丈夫な父がこんなことになるなんて。父は3分の2以上吐血していたそうです。それを祖母が見つけて救急車へ電話をしたとか。父は自分で車を運転していくと言って聞かなかったそうです。しかし祖母が父を怒り、祖母が救急車に電話し父を病院へ行かせたのです。祖母は保険証やタオルなどを持ち救急車に飛び乗ったとか、病院の先生からはもう少し遅かったら父は死んでいたとのこと。1月8日から入院しています。こんな私に励ましの言葉を、ということで、
きっとね心配でしょうね。あの普段丈夫でいてくれるとあんまりよくわからないんですけど、こうやって倒れられるとお父さんとかお母さんの存在の大きさって気づくんですよね。あのきっとすごく疲れていたと思うんで、あのこの際ゆっくり休んでもらって、ちゃんと治してもらってください。お大事に、こういう時にまちこさん頑張ってくださいね。なんだか父という言葉と祖母という言葉がすごく多かったな。続いてのおはがきは、これは岩手県大船渡市のペンネーム長千内さん。高子さんお久しぶりです。2月から3月にかけては受験シーズン真っ只中ですね。私も3月には高校受験を控えています。実は去年の今頃進路について悩んでいた時にサンデーピクニックで高子さんに励ましていただきました。将来は英語教師になりたいため高校は外国語科にするかそれとも普通科に進むか随分悩んでいたのですが、高子さんからのアドバイスで元気が出て、その後結論がまとまり、今は受験勉強のラストスパートを乗り越えようと頑張っています。わあ嬉しいな、私のアドバイスが少しは役に立ったんですね。幼い頃はピアノの先生になりたくて絶対なるんだもんってずっと決めていたのですが、中学校に入りとても良い英語の先生に出会い、英語が面白くて大好きになってからこの先生のような教師になって生徒に英語を好きになってもらいたいという夢を持つようになったんです。今はその夢を叶えるための第一関門にいるわけですが、頑張り抜いて花の春休みを過ごせるようにしたいです。合格したら高子さんまた書きますので待っていてください。ではまた。頑張ってくださいね、待っています。あの先生との出会いって本当に大きいですよね。先生によってあのその学科が好きになったり嫌いになったりっていうことってあるんですよね。私もねそういう出会いがあったらもうちょっと英語が流暢になっていたんでしょうか。資質の問題なんでなかったかもしれませんけど、でもあのぜひ何さんかな、長中寺さん頑張ってください。それから山形県山形市の後藤久美さん、合格おめでとうございます。3月10日にある公立の入試も頑張ってください。ここで曲を聴いてもらいたいんですけども、徳永英明さんの曲にはたくさんリクエストをいただくんですけど、今日はこの曲をお届けしたいと思います。島根県米子市のペンネームあみちゃんのリクエストで桜。続いてのおはがきは千葉県東葛飾郡のペンネームとうとうムーミンママさん。1月29日高子さんの誕生日の夜、痛みがやってきました。そうです、2月1日に予定日を控えていた私、いつ生まれてもおかしくはなかったのですが、遅れると言われていたのですっかり気を抜いていたのです。夜中に病院に担ぎ込まれ、朝の4時26分男の子が生まれました。陣痛の時は体が爆発するんじゃないか、バラバラになりそうな気がすると結構辛かったのですが、思っていたより早く生まれてくれたので安産の方だったようです。旦那様が生まれた時居合わせてくれたことがとっても嬉しかったです。彼は私がもっとぐったりしているかと思っていたら、産んだ後ほっとして嬉しくてニコニコしていたので意外だったと言っています。今は名前を考えています。29日だったら高子さんの字使ってもよかったけど、もう退院して朝昼晩と赤ちゃん一色の日々が始まりました。去年は諦めた高子さんのコンサート、今年こそは行きたいのだけど、この子をおじいちゃまおばあちゃまに預けて私が大丈夫かな、心配で仕方ないかなと考えてしまいます。おめでとうございます。大変だったでしょうね。あのそろそろコンサート会場にも託児所がいる時代になってきたんでしょうかね。あのでも1日ぐらいはね育児を忘れてコンサートに出かけてください。それからタカっていう名前はね頑固になるからやめた方がいいかもしれませんけど、素敵な名前をつけてあげてくださいね。育児頑張ってください。それでは私の歌を聴いてください。愛知県岡崎市の西舘祐介さん、浦安市のペンネーム夢の木さんのリクエストです。これは10年以上も前に書いた曲で、原色そのままというかあまりのまっすぐさに今聞くとちょっと恥ずかしいんですけども、バラードセレクションアルバムバラードから私の歌で夢の木。
孝子サンデーピクニック。サンデーピクニック音楽館、今日は映画プライベートレッスンのオリジナルサウンドトラックアルバムを紹介します。まずはアルバムのオープニングを飾るジョージ・マイケルのこの曲から聴いてください。ファンタジー。映画プライベートレッスンのオリジナルサウンドトラックアルバムからジョージ・マイケルの新曲ファンタジーを紹介しました。このアルバムには今聴いていただいたジョージ・マイケルのほか、ジョディ・ワトリー、キム・カーンズ、ジギー、リンドバーグなどバラエティあふれるアーティストの楽曲が収められています。それでは2曲続けて聴いてください。キム・カーンズでラブハーツ、ジョディ・ワトリーエクスタシー。岡村孝子サンデーピクニック、いかがでしたか。アルバムのレコーディングも順調に進んでいますが、実は今朝も7時過ぎまでスタジオにいて、ちょっと仮眠をしてからこのサンデーピクニックにやってきたんで、今日はちょっと眠いぞというか、なんだか気分がハイになっていて、はがきを見ても何を見ても笑いがこみ上げてきてしまうんですけども、これからも続くレコーディング、このハイ状態もいつまで続くんでしょうか。この番組では皆さんからのお便り、リクエスト曲を募集しています。宛先は郵便番号 102-80 岡村孝子サンデーピクニックの係まで。それでは今週のお誕生日の方を紹介します。2月21日、稲本武彦さん、川崎直子さん、22日、荒谷和夫さん、岸本範和さん、山岸和也さん、羽賀てるみさん、榊田芳恵さん、山口喜久子さん、23日、和田藤人さん、田中恵子さん、白井美智さん、横山美智さん、横田美香子さん、西村俊彦さん、24日、宮崎重明さん、佐竹典子さん、宮川雅子さん、25日、北野智和さん、反町智弘さん、板倉達也さん、ただの清さん、松本美恵さん、池田久美子さん、大津香織さん、26日、本間遥さん、下川直人さん、滝口勝弘さん、富岡忍さん、赤星有隆さん、三村佳代さん、27日、萩原春代さん、西澤美幸さん、加藤裕二さん。残念ながら今週お便りが間に合わなかったお誕生日の方、お誕生日おめでとうございます。ここでお知らせです。岡村孝子サンデーピクニックが来週2月28日の放送で100回を迎えます。そこで来週はテレフォンボードを使用して皆さんのメッセージとリクエスト曲を紹介します。テレフォンボードの受付は明日22日まで。受付電話番号は東京 03-5237-8800、 東京 03-5237-8800、 アクセスナンバーは4030です。4030です。ぜひ参加してください。それでは岡村孝子サンデーピクニック、私の歌笑顔にはかなわないを聞きながらお別れです。また来週。